来てないよ、こっちよ。人生初の岩盤浴行ってきました。いただきます。今年初仕事行ってきます。仕事ありました。今日は本当は仕事終わってケア行こうと思ったんですけど、ちょっと仕事長引いちゃったんで、もう家帰ってご飯食べてお風呂入って、寝たいと思います。はい、ただいま。はい。はい、ただいま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 。見てた今。
ウィーちょっと今、それで。いただきます。おはようございます。和歌山現在雪めっちゃ降ってます。そんな中元気に散歩してます。よいしょで今仕事終わりました。今から筋トレ行きます。今週も1週間終わりました。今週は朝全く起きれなかったです。まあ朝起きれないのは意志の弱さだと思うので、来週は明日から、強い意志を持って朝しっかり起きて、自分でやるべきことをやっていきたいと思います。来週から、グラウンドが開放されて自主練ができるので、徐々にボールを蹴ってそっちのサッカーの感覚も少しずつ、シーズンに向けて取り戻していきたいなと思います。チャンネル登録してない人はチャンネル登録を、あとグッドボタンもよろしくお願いします。おやすみなさい。